皆さんこんにちは、田中勝です。前回まで4回にわたってブリーフシステムの数理哲学的定義について解説してきました。でその中ではですね、それぞれの部分の要素について詳しく見てきました。で今回から何回かにわたってそれぞれの部分がどのふうに出来上がってきたか、そして私たちのマインドの中でどのような働きをしているか、そしてどういうふうに変化をさせていくことができるかというところまで、解説していきたいと思います。で前回までの話を簡単にまとめておきたいと思います。でこの一番最初の W が私たち一人一人にとっての臨場感世界、リアリティで、それぞれの人のリアリティにおいて全ての Y についてRX が存在し、その Y より重要な X が存在する。全ての Y についてその Y より重要な X が存在する。でその X と Y というのは宇宙の要素であるという式でした。でこの P が、まさに重要性関数、私たちのブリーフシステムで式全体として表現しているのは、私たち一人一人のブリーフシステムというのは宇宙の全ての要素を自分にとって重要な順番に並び替える関数である。そういうものを、ブリーフシステム重要性関数というふうに呼んでいるということでした。でなぜブリーフシステムが大事かというと、私たちはこの重要性関数ブリーフシステムに従って世界を認識し、ブリーフシステムに従って行動している。なのでブリーフシステムを変えないと今までと認識できるものが変わらないですし、行動も変わらない。なのでその認識や行動を生み出している背景にあるブリーフシステムを変えていくということが重要であるという話でした。じゃあ今回はブリーフシステムであるその P というのがどういうふうに出来上がってきたかについて簡単に紹介したいと思います。でブリーフシステムというのは日本語で言うと信念体系というふうに言うこともできます。一つ一つは世界はこういうものである、私はこういう人間である、こういうものが常識である、そういうたくさんの信念、真実だと信じていることがたくさん集まって全体として大きなシステムを作っているネットワークのようなものですね。なので構成要素としては一つ一つは信念であるということです。じゃあその信念がどういうふうに作られてくるかというと、一つは私たちの情動記憶がその信念を作っています。でその情動記憶というのは何かというと、私たちが今までに体験したことの中でも特に強い感情、それはポジティブなものでもネガティブなものでも、例えば楽しかった、嬉しかったことであったりとか、あるいは逆に恥ずかしかったこととか怖かったこと、そういう感情を伴う体験の記憶、そういう情動記憶に基づいて私たちの信念が決まっているということです。もう一つ信念を構成する重要な要素として、私たちが繰り返し思考してきた内容、繰り返し考えてきたこと、それも信念を形成するということです。で、その思考してきたことというのは多くの場合他人から言われたことであったりとか、あるいはメディアから受け入れた情報の中で自分がこれは真実だと思ったことに基づいてその思考が生まれています。なので例えば他人からあなたはこういう人だよねって言われて、それが自分が確かにそうだと思ってしまったら、それを何度も何度も私たちは繰り返し思考しているので、それが積み重なって信念が形成されるということです。またそれだけでなくて、メディアだったり何らかの情報を見てそれが真実だというふうに思った場合も、やはりそういう信じたことについての繰り返し行われた思考に基づいて信念が形成されているということです。で、その情動記憶とか繰り返し思考されたことっていうのは両方とも私たちの過去に基づいたものですよね。なのでブリーフシステムというのは今の私たちの認識や行動を決めてるものですけど、その元は全て過去に基づいたもので、特にそれは過去の中でも記憶として強く残っているもの、そういうものが私たちのブリーフシステムを決めているというふうに言えます。でその中でも特に重要になってくるのが、その考え方がセルフトークと呼ばれるものです。で先ほど思考によって私たちの信念が作られると言いましたが、私たちの情動記憶や思考というのは特にそのセルフトークという形で行われています。なのでセルフトークを変えていくことというのがコーチングの中でも非常に重要な作業になってきます。で次回はそのセルフトークについて詳しく見ていきたいと思います。